ケンジ、私のこと好き？好きだよ。もう一回言って。好き。本当に？うん。俺手取り23万円だけど結婚してほしい。もちろん愛があれば何もいらないよ。こうして私は結婚したのだが。おい。はい。またバイクのカスタムに金使っただろう。すいません。なあ、どうせ公道60キロでしか走れねえんだから中古の原付にでも乗れよ。原付は30キロだよ。うるせえ。はい。ただでさえ安月給なんだから節約しろって言ってんの。愛があればいいって言ったじゃん。愛じゃ腹は膨れねえんだよ。まだこれから子育てしたり家建てたり、とにかくお金がいるの。独り身なら好きにしたらいいけど、結婚したんだからお金の使い方をもっと真剣に考えてよ。ごめん、俺が悪かったよ。結婚すると互いの家族とも付き合わなければならない。特に姑との関係はめんどくさい。そういえばお母さんが。何？掃除の仕方が甘いって言ってたよ。なんでいつも遠回しに言うの？直接言ってよ。何怒ってんの？怒ってない。でも私たちの生活なんだから、何でもかんでも親の言いなりにならないでよ。うん、確かにそうだよね。ごめんごめん。そういえば、ん？お母さんが明日泊まりに来たいって。無理。結婚は国と国がくっつくようなものなので、当然価値観やルールの違いに戸惑うことになる。猫の去勢しようと思うんだけど。ん？男として言わせてもらうけど、それかわいそうじゃない？痛そうだし。じゃあ逆った猫が気が紛れるように遊んであげてよ。あ、なんか味噌汁の味薄くね？え、濃いって。そう？俺の実家はもっと濃いんだけど。じゃあ自分で味噌入れたら？ああ、ごめんごめん。あと俺今糖質制限してるから白米食べれないわ。はい。ただいま。おかえり。ご飯食べる？ごめん、今日外で食べてきたから。そっか。あの、新しいベッドを買う話だけど。ごめん、ちょっと疲れてるからそっちで決めといて。わかった。あれから話は減り、このままだとただの同居人になりそうだった。ん？そんな時に子供ができた。千鶴、ありがとう。うん。今日は元太が喋ったんだよ。本当に？うん。偉いぞ元太。子供ができてから二人で話す機会はどんどん増えていった。あー、子供にはピアノを習わせたいな。子供がやりたいならやらせたらいいんじゃないかな。一回体験させてみたら？うん、そうだね。教育についても意見は分かれたが、互いに歩み寄ることでクリアしていった。大変だけど可愛い子供を見ているとつくづく思う。結婚してよかったなと。とっとと父出せ。まあでも安月給なのはダメだけどね。今日の授業は終わり。また来てね。